今日はよろしくお願いします。いやすいません、ディレクターの小籔ですけども、今日井上さん、長さん、今日一つよろしくお願いしますね。お願いします。この AD からいろいろ打ち合わせ行ってると思いますけども、もうリラックスしていただいて、はい、国勢庁さんの CM ですので、一つよろしくお願いします。お願いします。しっかりやったね。はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。お願いします。では行きます。本番よーいスタート。国勢調査って私は書かなくてもいいんですよね？それは違うよ。加藤、加藤、すいません、打ち合わせ通りにお願いします。何やってんだよ。国勢調査の対象というのは年齢、性別、国籍に関係なく日本にお住まいの方全員が対象なんだって言っとけっつっただろ、この野郎。すいません。もういいよこの質問は。じゃあ国勢調査の日は何月何日か、その質問いきましょう。すいませんね、本当に。はい、お願いします。バカでこいつ、ほんとすいません。次行きましょう。お願いします。お願いします。では本番いきます。よーいスタート。国勢調査の日って何月何日なんですか？調査の日はね、何やってんだこの野郎。国勢調査の日は10月1日、用紙の配布期間は9月23日から30日まで、用紙の回収期間は10月1日から10月7日だって言っとけっつっただろ、この野郎。すいませんでした。バカかお前は。申し訳ございません。すいませんね、本当に。すいません、いなくて本当にすいません。もういいよ、はい、もう次の質問行こう。はい、じゃあ国勢調査ちゃんと記入した後どうやって提出したらいいのか、その質問。あ、すいませんね、本当に。あ、いや、とんでもないです。じゃあそれよろしくお願いします。いや、本当に、はい、よろしくお願いします。では本番いきます。よーいスタート。記入した国勢調査ってどうやって提出したらいいんですか？それはね、じゃあカットとか俺が言うから。ええいとか俺が言うから。えさっきからずっと言ってるけど、国勢調査の提出方法っていうのは、調査員の方に直接お渡しするか、ついている封筒に用紙を入れて郵送するか、どちらでもお好きな方法を選べますって感じですっていうことをちゃんと言っとけっつっただろ、この野郎。それにしてもオタク、さっきから国勢調査についてめっちゃ詳しいですね。実は私、大阪府国勢調査広報隊隊長なんです。うわー、10月1日は国勢調査の日。国勢調査は日本の未来を作る重要な統計調査です。皆さんご協力お願いいたします。10月1日は国勢調査の日。大阪を元気にするためにも皆さんご協力よろしくお願いいたします。